デュケーンのスパイモーに所属したスパイ33名の顔写真デュケーンのスパイモーは第二次世界大戦中に摘発されたアメリカ合衆国における史上最大のスパイ事件であるフレデリック・フリッツ・ジュベールデュケーンによって引きられたドイツ側スパイの総数は33名を数え、彼らは連邦捜査局による長期捜査の末に摘発された 容疑者のうち19名は容疑を認めたが、残り14名は無罪を主張したため、1941年9月3日、ブルックリン連邦地方裁判所における、陪審裁判に持ち込まれ、1941年12月13日までに、全員が改めて有罪判決を受けている。1942年1月2日、スパイラには合計して300年以上の懲役が宣告された。 デュケーンのスパイモーを構成したエージェントの多くは、ドイツ出身のドイツ系アメリカ人で、彼らは戦時に有用となり得る情報を収集したり、また、サボタージュを展開するべく、アメリカ各地で様々な職に就いていた。ある男はレストランを経営し客からの情報収集を試みていたし、他には、大西洋を渡る連合軍船舶を監視するべく、 航空会社に勤務している男もいた。またドイツ側スパイのウィリアム・ジー・セボルドは FBI の二重スパイとしても活動しており、彼の存在が FBI による摘発につながった。FBI は2年近くスパイ網の通信を監視して、スパイの居場所や伝達される情報の調査を行っていた。あるドイツのスパイ組織幹部はデュケーンのスパイ網が摘発されたことを 米国本土におけるスパイ活動に対する致命的打撃であると評したという。また当時の FBI 長官、ジョン・エイドガー・フー・ウーバーは、自らが指揮を取ったこのスパイ猛的発作戦を、米国史上最大のスパイ検挙作戦であると語った。1945年の映画、G メン隊艦長は、史実とは異なるものの1941年の、デュケエンのスパイ網的発をモチーフにしている。 脚本家チャールズ・ジーブースは、この映画でアカデミー・ゲンン賞を受賞している。セボルドと会話するフリッツ・デュケーン。マジックミラー越しに撮影されたがデュケーンは気づいていない。ウィリアム・ジー・セボルドは、ドイツ生まれで、第一次世界大戦中には、ドイツ帝国陸軍の一員として出征している。1921年にドイツを離れた後、彼はアメリカ及び、 南米の航空機工場などに勤務した。1936年2月10日、アメリカ合衆国の市民権を取得した。1939年、セボルドは母を訪ねるべく故郷ミュールハイムに帰郷した。その道中にハンブルクを訪れた折、ゲシュタポのエージェントによる最初の接触を受けたとされている。1939年9月、ガスナー博士を名乗る男が、 ミュールハイムの実家に滞在していたセボルドのもとへ現れ、アメリカにおける軍用機や軍用装備に関する聴取を行うとともに、アメリカへの帰国後もドイツ側のエージェントとして働かないかと持ちかけたのである。その後、ガスガー博士に加えて、連携博士を名乗る男もセボルドのもとを訪問しており、彼らとの話し合いを経て、セボルドは、 米独の関係悪化後もセボルドの家族が保護されることを条件にドイツ側のエージェントとなったのである。なお、後に明らかになったところによれば、連建博士の正体は国防軍情報部隊英米、情報活動担当将校、ニコラウス・リッター少佐であったという。ガスガー博士による最初の訪問を受けた直後、セボルドは紛失を理由にケルンの米国領事館にて、 パスポートの再発行を申請している。この際、彼はドイツ側諜報部員が自分に協力を持ちかけてきたことを領事官員に明かし、帰国後 FBI への協力を行いたい旨を申し出たのである。セボルドはハンブルクにてドイツ側諜報機関によって暗号文やマイクロフィルムの取り扱いなど諜報の基礎に関する抗議を受けた。抗議及び訓練の終了後、 彼はアメリカ本土からドイツヘドのような情報を伝えるべきかなどの指示を含む5つのマイクロフィルムを与えられた。セボルドはまたそのうち3つを米国内で活動中のエージェント3名に与えよとの命令を受けた。彼はハリー・ソーヤーの偽名を用いてイタリア・ジェノバから出港し1940年2月8日にニューヨークへ到着した。この段階で FBI は セボルドの帰国予定と彼が協力を望んだこと、そして彼がドイツ側スパイとして負った任務に関する報告を受けていた。帰国したセボルドはドイツ側エージェントの手引きによってハリー・ソーヤーとしてニューヨークに住所を得てディーゼルエンジン技師として事務所を設置した。この事務所はドイツ側スパイ同士が接触を図るための秘密拠点の一つとして使用され、 FBI は周囲にエージェントを配置して事務所を監視下に置いた。1940年5月、ロングアイランドに設けられた FBI 管轄下の短波ラジオ送信局は、ドイツ国内の短波ラジオ局とのコンタクトを確立した。この送信局は、以後16ヶ月の間、ドイツ本国とニューヨーク市内のドイツ側スパイを結ぶ主要な手段として機能した。 最終的に FBI のラジオは300以上のメッセージを送信し、また、ドイツ本国から200のメッセージを受信したという。事件後、セボルドは新しい身分を与えられ、カリフォルニア州にて養鶏業を営んだ。1943年、アラン・ハインドの書籍、パスポート2トリーズン、ザインサイドストーリー・オブ・スパイズ・イン・アメリカにおいて二重スパイタル、セボルドが初めて紹介された。 ウィリアム・グスタフ・フリードマンは、デュケーン事件における主要な証人の一人だった。1935年から、諮問官邸官として FBI に勤務し、誘拐事件などを担当した後に、エージェントになった。第二次世界大戦後にも、プエルトリコにて勤務し、ハリー・トルーマン大統領に対する暗殺未遂事件の捜査に関与した。1989年8月23日、 オクラホーマ州、スティルウォーターに手紙で死去した。フリッツ・デュ・ケーン、フレデリック、フリッツ・ジュベール・デュ・ケーンは、1877年9月21日に、南アフリカ・ケープ植民地にて生を受けた。第二次ボーア戦争には、トランスバール共和国軍の大員として従軍し、その後1913年に、アメリカ合衆国への帰化を果たした。当時、デュ・ケーンは、 ドイツ帝国のスパイとして活動しており、1916年には、ロシア帝国へ向かう保冷書キッチナー卿が上官した、A 海軍装甲巡洋艦ハンプシャー号に対する、サボタージュ活動及び撃沈に関与したとされることから、キッチナーを殺した男の異名でも知られる。また、1916年2月18日、火災によって沈没した、A 戦籍の汽戦テニスン号にまつわる不正な、 保険金の請求にも関与したとされる。1917年11月17日、テニスン号事件への関与のために逮捕された。彼の自宅からは、船が爆破撃沈された事件に関する新聞の切り抜きが大量に保管されたファイルや、ザイマナグはドイツ副領事補佐から送られたという手紙が大量に発見された。この手紙によって、デュケーンがドイツ側の命令に沿って、 長年活動していたことが判明した。また、英陸軍偵察大使機関だったアメリカ人フレデリック・ラッセルバーナム少さんの暗殺も命じられていたが、これは未遂に終わっている。1934年春、デュケーンは76騎士団と呼ばれる米国内の親な地派組織の情報員となり、1935年1月からは公共事業促進局に職を得ている。 ドイツ国防軍情報部長のビルヘルム・カナリス・テートクは第一次世界大戦での先行からデュケーンの名を知っており、米本土作戦主任だったニコラウス・リッター大佐に接触を命じている。また、リッター自身も1931年頃からデュケーンの友人であり、彼らは1937年12月3日にニューヨークで再会した。1940年2月、 デュケーンはニューヨークにてエアターミナルカンパニーになる事務所を開設した。セボルドが最初にコンタクトを図った時も彼らは当初デュケーンの事務所で面会した。しかしデュケーンは自らの事務所に監視機器が設置されている可能性を考慮し別の場所で接触を持つ旨を申し出た。彼らは近所のオートレストランに場所を移しドイツ側スパイモのメンバーに関する情報交換を 行った。その後、デュケーンは、セボルドの事務所で会談し、ドイツ本国に送り届けるべき情報を、セボルドに渡した。この会談の様子は、FBI エージェントによって盗撮された。デュケーンは、熱狂的な繁栄主義者であり、アメリカの国防に関する情報や、米韓航路の船舶航行状況及び、核主技術に関する情報収集を担当していた。彼は、 この活動のため、定期的にドイツから給料を払い込まれていた。ある日、デュケーンはアメリカにて発明された新型爆弾の写真と使用情報をセボレドに渡した。デュケーンは自らがデラウェア州ウィルミントンのデュポン社工場に潜入し、爆弾の材料がある場所を把握したと語った。さらに彼は工場にて火災を起こす準備が整っていると示唆したという。 彼は学生を装って企業を訪れ製品や製造状況に関するデータを要求するという手口で多くの情報を得ていたとされる。後にワシントン DC の陸軍科学船部門に宛ててデュケーンは新型ガスマスクに関する情報を求める手紙を書いている。この手紙の中で彼は自らをご存知の通り責任ある評判の良い作家または講師と記している。 また、最後の行には、その情報が、機密扱いだとしてもご心配なく、なぜなら情報は、愛国的市民のもとに届くのだからと書かれていた。彼が要求した情報は、しばらくした後に届けられ、その一週間後には、ドイツ本国ベルリンのエージェントのもとへ届けられていたと、言う。デューケーンは、後の裁判で、有罪判決を受け、スパイ容疑で、禁錮18年が宣告された。 さらに外国代理人登録法違反のために2000ドルの罰金支払いが命じられた。彼はカンザス州レブンワース連邦刑務所に送られたが、ここで他の受刑者らによる暴力にさらされた。1954年、病気を理由に釈放され、ニューヨークの厚生島にある都市病院に入院。1956年5月24日、78歳で死去した。 ポール・ベント・ポール・ベントは第一次世界大戦中にドイツ帝国陸軍の兵士として従軍した経験を持つ。彼は1930年に渡米し、1938年に市民権を取得した。ベントはかつてドイツ系アメリカ人協会の会員でスパイモーの一人であるポール・フェイサは、ベントがイグナツ・ティー・グリーブル博士なる人物と共に、 ドイツ本国とのコンタクトにおいて重要な役割を果たしていたと主張した。グリーブル博士は、グンターグスタフ・ラムリックと共に、米本土における、超砲網の確立に大きく関与していたが、1938年にスパイ容疑で、捜査の手が及ぶと逮捕される前に、ドイツ本国へと脱出した。ベントは、ポール・フェイサと共に、英米間航路における、軍需物資及び、 食料の輸送を監視していた。またゲシュタポのエージェントとして受けていた命令は、労働組合に働きかけてストライキを引き起こし、ドイツを支援することだったと述べている。セボルドは、リトルカジのレストランにてベントと会談した。この店は、スパイモーメンバーの階段にて頻繁に使用されていた。ある階段でベントは、 爆弾の新刊を用意するように告げ、ダイナマイトや雷刊などをセボルドに渡したという。逮捕後、ベントは外国代理人登録法違反に関する有罪答弁を行い、禁庫18ヶ月と1000ドルの罰金が科せられた。マックス・ブランク・マックス・ブランクは1928年に渡米した。彼は市民権を取得しなかったが、ニューヨーク市にてドイツ語図書館やドイツ語書店などで、 働いていた。ポール・フェイサは、ドイツ本国に対し、複数のスパイモーメンバーと知り合いだったブランクについて、いくつかの重要情報を収集しうる人物だが、それを遂行するための資金が不足していると、報告している。その後、フェイサとブランクは、セボルドの事務所で会談した。彼らは、セボルドに対して、いくらかの資金さえあれば、ブランクが、造船所勤務の友人からゴムを用いた。 セルフシール式の航空機燃料タンクや新型制動装置に関する情報を獲得できると語った。ブランクは1936年以来スパイ的活動を行ってきたとセボルドに語ったが、一方でドイツ本国からの給与支払いが滞っていたために近年はほとんど活動していないとも語った。ブランクは外国代理人登録法違反に対する有罪。 判決を受け、18ヶ月の金庫刑と1000ドルの罰金刑が課せられた。アルフレッド・ E ・ブロックホフアルフレッド・ E ・ブロックホフは1923年に渡米し、1929年に市民権を取得した。彼は逮捕されるまでの17年間、ユナイテッド・ステーツ・ラインズ社のニューヨーク支社に機械技師として勤務していた。ドックに勤務していた彼は、 様々な船舶に船員として乗り込んでいるスパイモーのエージェントほぼ全員を把握しており、本国との連絡は彼を介して行われることが多かった。彼の任務は、英米間を行き来する船舶の出入国日付や、積載貨物に関する情報の確保及び本国とエージェントの仲介であり、フェイサがドイツ本国へ情報を送る際にもブロックホフが手を貸し、 別のドイツ側エージェントであるレオ・アーレンもブロックホーフを介して本国との情報のやり取りを行っていたという。ブロックホフはスパイ法違反について5年、外国代理人登録法違反について2年の懲役が言い渡された。ハインリヒクロージング・ハインリヒクロージングは1933年9月に渡米し、1938年に市民権を取得した。彼は渡米以来、 ニューヨーク港を拠点に様々な船舶に勤務しており、逮捕時には客船アルゼンチン号の料理人として働いていた。彼はスパイモーの主要な連絡員の一人であるフランツ、スティグラーと親しい関係にあり、彼自身は密誌に近い任務を与えられていた。彼の任務はマイクロフィルムなど各種資材をアメリカから南米に送ることであった。これらの資材は南米から イタリアの航空会社を経由して、ドイツ本国へと送られた。また、南米には連絡用の支所箱を設置しており、連絡用の郵便物では、カルロスという名前を使っていた。なお、彼は、スパイ活動に対する報酬を受け取ってはいない。クロージングはスパイ法違反について8年、外国代理人登録法違反について2年の、懲役が言い渡された。 コンラディン・オット・ドールドコンラディオット・ッド,ドールドは1926年に渡米し1934年に船員法に基づき市民権を取得した。逮捕時にはアメリカンエクスポートラインズ社の輸送船シボニー号の市中長を務めていた。ドールドはドイツ本国側の交換及びニューヨーク港で船員として勤務するとのスパイラとの連絡を担当していた。また密として 中立国の公安に合衆国内で収集した情報を送り届ける役割もになっていた。ドールドはスパイ法違反について10年、外国代理人登録法違反について2年の懲役が言い渡された。また外国代理人登録法違反について罰金1000ドルも合わせて課された。ルドルフ・エベリング、ルドルフ・エベリングは1925年に渡米した。逮捕時には、 ニューヨーク市にあるハーパーブラザーズ社の海運事業部に勤務していた。エベリングの任務は船舶の運航状況や貨物に関する情報を収集し、ポール閉鎖に報告することであった。また、セボルドとの連絡を担当していたレオアーレンに対しても同種の報告を行っていた。エベリングはスパイ法違反について5年、外国代理人登録法違反について2年の 懲役が言い渡された。また外国代理人登録法違反について罰金1000ドルも合わせて課された。リチャード・アイ・ヘンラーフリチャード・アイ・ヘンラーフは1930年に渡米し、1936年に市民権を取得した。彼はニューヨーク市ヨークビルで小さなカジノレストランを経営しており、このレストランはスパイモーメンバーが会合を行う拠点の一つとして、 利用されていた。また、アイヘンラーフは、スパイモーメンバーに対して、新しいスパイ候補の紹介も行っている。アイヘンラーフの任務は収集した情報をゲシタポに報告することであった。多くの場合、重要な情報は、客として彼の店を訪れる、国防産業関連の労働者から聞き出された。セボルドが、ベントから受け取ったダイナマイトを調達したのも、アイヘンラーフだった。 アイヘンラーフは外国代理人登録法違反に関する有罪答弁を行い、刑務所での奉仕18ヶ月と1000ドルの罰金が課せられた。ハインリッヒカール・エイラーズハインリッヒカール・エラーズは1923年に渡米し、1932年に市民権を取得した。1933年から逮捕までの間、ニューヨーク港にて船舶付けの給仕として働いていた。 彼は、ワシントン DC の民間航空局から航空情報を獲得しようと計画していたが、この作戦は失敗している。また1940年6月には、ニューヨーク市の税関にて、ヨーロッパを宛先とする不審な手紙に10通を、所持していたために、逮捕されている。スパイモーにおける主要なメンバーの一人であった、エドムンド・カール・ハイネと共にマグネシウムを呼び、 アルミニウム合金に関する情報の収集も行った。エイラーズはスパイ法違反について5年、外国代理人登録法違反について2年の懲役が言い渡された。また外国代理人登録法違反について罰金1000ドルも合わせて課された。ポール・フェイサポール・フェイサは1934年に渡米し、1938年に市民権を取得した。彼は渡米以降、 ニューヨーク港を拠点に船舶付けの調理師として働いていた。閉鎖はスパイモードにおける幹部の一人であった。彼は会議の招集やメンバーに対する活動の指示、収集された情報の関連付け、そしてセボルドに対するドイツ本国への情報送信の指示などを行っていた。彼はハンブルクでスパイとしての訓練を受けたエージェントでもあり、本人が主張するところによれば、 在米ドイツ朝法組織における海事部の長であったという。自らの逮捕が間近に迫っていると感じていたフェイサはアメリカを脱出する計画を立てていた。彼は1941年3月29日にニュージャージーを出港してリスボンへ向かう予定になっていた輸送船シボニー号へ乗り込み、リスボン経由でドイツ本国へ帰国しようと考えていた。しかし、 シボニー号がアメリカを出発する前に FBI のエージェントがフェイサを逮捕したのである。逮捕された後、彼は自らが英国の船舶航行状況に関する情報を収集しており、これらをイタリア経由で本国へ送っていた旨を認めた。1941年4月1日、フェイサは外国代理人登録法違反に関する有罪答弁を行い、 一年と一日の懲役が言い渡された。その後、スパイ法違反について有罪を認め、懲役15年が言い渡された。エドムント・カール・ハイネエドムンドカール・ハイネは1914年に渡米し、1920年に市民権を取得した。1938年までは、フォードモーター社を及びクライスラー社の海外販売、サービス部に勤務していた。 彼は、業務の一環として、西インド諸島、南米、スペイン、そして、ドイツのベルリンにも派遣された経験がある。元中米ドイツ大使、ハンスルターやプロイセン王族、ルイ・フェルディナンと一世とも親しい間柄にあった。彼は、ミシガン州デトロイトから、スパイモーメンバーの一人であるリリースタインに対して、軍事、航空機、及びその他の産業に関する詳細な技術データを、 手紙として送っている。また、航空機の生産の状況、投入されている労働者の数、一期あたりの製造に費やされる期間などの情報を得るべく、航空機を製造していた企業の労働者へ手紙を書いている。また、スパイモーに航空写真を提供していた、ハインリッヒなる人物の正体も、ハイネであったことが判明しているハインリッヒカール、エーラーズに対して、マグネシウム及び、 アルミニウム合金に関する技術書を送っている。エイラーズが受け取れなかった場合に備え、変装先にはリリースタインの住所が使われた。ハイネは外国代理人登録法違反について2年の懲役及び罰金5000ドルが言い渡された。フェリックス・ヤーン家。フェリックス・ヤーン家は1924年に渡米し、1930年に市民権を取得した。 彼はドイツの軍学校を卒業しており、ドイツ陸軍に通信兵として勤務した経験があった。ヤーンケとアクセル・ウィーラー・ヒルは無線技師、ジョセフ・クラインの助けを得て、ブロンクスにあるヤーンケのアパートに小型無線機を設置した。彼はここからドイツ本国に通信を行っていたが、この一部は FBI によって傍受されていた。また、英国へ向かう船舶の情報を得るために、 ニューヨーク港のドックを訪れたこともある。ヤーン家は外国代理人登録法違反に関する有罪答弁を行い、金庫20ヶ月と1000ドルの罰金が課せられた。グスタフ・ウィルヘルム・ケルカーグスタフ・ウィルヘルム・ケルカーは1923年に渡米し、1931年に市民権を取得した。第一次世界大戦中にはドイツ陸軍の一員として従軍し、 またニューヨークではドイツ同盟の指導者も務めた経験がある。ドイツ本国へ向かう際にはドイツ陸軍将校の制服を着用していたという。逮捕時にはニューヨーク市にあったアメリカンガスエレクトリック社にて発電所の設計に携わる職についていた。彼はドイツ本国への通信のためにコールサイン一覧や周波数表を届ける役割を担っていたポール・ショルツと 共に逮捕された。ケルカーは外国代理人登録法違反に関する有罪答弁を行い、金庫22ヶ月と2000ドルの罰金が科せられた。ジョセフ・クライン・ジョセフ・クラインは1925年に渡米したが市民権は取得しなかった。彼は写真家建築番号でンパ無線送信機の組み立てと運用に興味を持っていた。彼はフェリックスやアンケト、 アクセルウィーラーヒルのためにタンパム戦機の設置を手伝っている。クラインはスパイ法違反について5年、外国代理人登録法違反について2年の懲役が言い渡された。また外国代理人登録法違反について罰金1000ドルも合わせて課された。ハートウィグ・クレイス・ハートウィグ、リチャード・クレイスは1925年に渡米し、1931年に市民権を取得した。 トベイ語は様々な船舶で料理人として働いていた。彼が得た情報には、米海軍に挑発され、輸送艦として改装を受けていた客船アメリカ号の青写真などがあった。また、米海軍が開発中だった新型高速艇に関する情報もドイツへ報告するべく、セボルドに伝えている。彼は当初裁判を希望していたが、反対尋問の後に、 有罪答弁を行い、8年の懲役が課された。ハーマン・ダ・ブリュー・ラングハーマン・ダ・ブリュー・ラングは1927年に渡米し、1930年に市民権を取得した。彼はアドルフ・ヒトラーと共に1923年のミュンヘン一期に参加した人物の一人であった。また、セボルドが米国内で接触するように命じられていた4人の人物の一人でもあった。 彼は逮捕されるまでカール・エル・ノルデン社に勤務し当時国費とされていたノルデン爆撃照準機など国防上重要かつ機密性の高い資材の製造に携わっていた。1938年には届くして国防軍情報部のリッター大佐と接触し自らの記憶をもとに機密性の高い資材に関する様々な図面を再現して報告した。 1938年1月9日、リッターはこれを火災用の木箱に収め一般の荷物に偽装し、船便でブレーメンへと送った。ノルデン爆撃小準機はアメリカ陸軍航空軍における最高機密の一つで、爆撃機乗員らは訓練中に命と引き換えにしてでもこの機密を守ることを先制させられるほどであった。後にドイツ空軍が開発した。 いくつかの爆撃照準機がこのノルデン爆撃照準機と類似していたのはラングによる情報提供が関係していたという。例えば1942年にドイツで開発されたラットファーナ3と BZG2 の2種は照準機と自動操縦を連動させる複雑な機能こそ省かれていたが、概ねノルデン爆撃照準機と同じ形状をしていた。さらに後になって、 カール・ザイス社が開発したロット・フェルン・ロール7はノルデン爆撃症準機とほとんど同一の機能を有していたが、操作はより簡単だった。ラングはスパイ法違反について18年、外国代理人登録法違反について2年の懲役が言い渡された。1950年9月、ドイツへ強制送還された。エブリン・シー・ルイス・エブリン・クレートン・ルイスはアーカンソー州出身で、 ニューヨーク市にて、デュケーンと共に暮らしていた。彼女は、デュケーンに対して、自らが強い繁栄、反ユダや感情を抱いている胸を語っており、また、デュケーンが、ナチスドイツのスパイであることを知った上でそれを、受け入れていた。彼女は直接の情報収集には関与していなかったが、情報を海外に送る際に、デュケーンを手伝っていた。ルイスは、有罪答弁を行い、 外国代理人登録法違反について1年1日の懲役を課された。ルネ・メゼネン・ルネ・エマニュエル・メゼネンはフランス出身で父の帰化と共に米国の市民権を獲得したという。逮捕されるまではパンアメリカン航空の大西洋横断航路に客室乗務員として勤務していた。国防軍情報部リスボン支局はメゼネンに対してアメリカ・ポルトガル航路を利用して連絡員として 活動するようにと求めた。多くの場合、彼はニューヨークからリースボンまで24時間以内に情報を届けることができた。彼は高い給与を約束されたことでこの役割を受け入れた。彼はある時点からアメリカイギリス航路でも勤務するようになった。また、アメリカからリスボンまでのプラチナの密輸にも関与していた。セボルドと会話した際には、 連絡文書を飛行機の中にうまく隠し、これを探すなら2週間、ないし3週間かけて飛行機を解体せねばならないだろうと語ったという。メゼネンは有罪答弁を行い、スパイ法違反について8年、外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役を課された。カールルーパーカールルーパーは1929年に渡米し、1936年に 市民権を獲得した。逮捕されるまでは、ニュージャージー州ニューアークにて、ウェスティングハウスエレクトリックの調査員として働いていた。彼は仕事を利用して通じて様々な国防関連の資材及び施設の写真を撮影し、ドイツへと送っていた。連絡は、フェリックス・ヤーン家のアパートに設置された無線局を通じて行った。また、セボルドの施設を利用して、 ドイツ本国との通信を行うこともあったという。ルーパーはスパイ法違反について16年、外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役を課された。エベレットローダーエベレットミンスターローダーはニューヨーク市ブロンクスク出身でスペリージャイロスコープ社に技術者として勤務しており、同社が米軍向けに製造していた機密性の高い資材の設計にも関わっていた。セボルドは ドイツ本国からの指示が記録されたマイクロフィルムをローダーに届けていた。この受け渡しの際、彼らは公共の場所で待ち合わせをした後に重要な会話を行える場所へ移動していたという。彼がスパイになったのは1936年のことで、報読中にドイツ当局からエージェントになるように要請を受けたのである。彼は報酬を魅力的に感じたため、これに応じた。ローダーが スペリー社から入手した情報としては、マーチン社製新型爆撃機の完全な青写真、レンジファインダーに関する機密文書、軽機飛行用装備、旋回計、後方用コンパス、ハドソン爆撃機の配線図及び重座配地図などがある。逮捕時、彼は、ロングアイランドの自宅に16丁の銃を隠していた。ローダーは、有罪答弁を行い、 スパイ法違反について16年の懲役を課された。1949年、著書、フォーミュラインプレイントライアングルズを発表した。ポール・ショルツ・ポール・アルフレッド・ W ・ショルツは1926年に、渡米したが、市民権は取得しなかった。彼は、ニューヨーク市内の書店に勤務し、ここで、ナチスドイツ側のプロパガンダをルフしていた。 フェリックス・ヤーンケとアクセル・ウィーラー・ヒルが無線局を設置する際、ジョセフ・クラインと共に、これを手伝った。彼は、グスタフ・ウィルヘルム・ケルカーに、無線のコールサインや周波数のリストを受け渡ししていた、ところを逮捕された。また、彼は、スパイ網の機密保持に関わっていたほか、様々なドイツ側エージェントの連絡の仲介者でも、あった。 書律はスパイ法違反について16年、外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役を課された。ジョージ州ジョージ・ゴットロープ州は1923年に渡米した。1939年には市民権を取得し、以後は大工として働いていた。エージェントとなった州はアメリカからハンブルクのゲスタポシブへ直接連絡を行っていた。彼は ウィンストン・チャーチル A 首相が戦艦キング・ジョージ5世でアメリカに到着した旨をアルフレッド・ブロックホフに報告している。また、イギリス向けの物資等を輸送する戦乱の情報について直接ドイツ本国へと報告していた。州は外国代理人登録法違反を認め、18ヶ月の懲役と1000ドルの罰金が科された。 アーウィン・シーグラーアーウィン・ウィルヘルム・シー・イーグラーは1929年に渡米し、1936年に市民権を取得した。米海軍により接収されるまで、客船アメリカ号にて、生肉責任者として勤務していた。彼は連絡員であり、セボルドに対して本国からの指示が記されたマイクロフィルムを届けたこともある。また、給与及び爆撃照準機調達用の 活動資金として、リリー・スタイン、デュケーン、ローダーらに支払われた2900ドルをドイツの海外拠点からアメリカへ運んだのもシーグラーだった。彼はスパイモーの中で主に組織運営と連絡に従事していたほか、パナマ運河における船舶交通及び防衛状況に関する情報などの提供も行った。シーグラーはスパイ法違反について10年。 外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役を課された。オスカー・スタブラー・オスカー・リチャード・スタブラーは1923年に渡米し、1933年に市民権を取得した。彼は主に遠洋航路を行き来する、船舶内で床屋として働いていた。1940年12月、バミューダにて、英国当局が彼の所持品から、 ジブラルタルの地図を発見し、これにより彼は短期間の拘束を受けている。彼は、コンラディゴオット・ドールドの側近たる、連絡員の一人で、アメリカをはじめとする諸外国で活動している、ドイツ側エージェントたちの連絡を仲介した。スタブラーはスパイ法違反について5年、外国代理人登録法違反について同時に2年の、奉仕活動を課された。ハイン・リヒステドを、 ハイン・リヒ・ステードは1922年に渡米し、1929年に市民権を取得した。彼はニューヨークで音楽家や広報代理人などとして働いていた。ステード自身がセボルドに語ったところによれば彼は1936年からゲシタポのエージェントとして活動しており、またすべてのスパイ活動を知り尽くしていると自慢着に語っていたという。ステードは セボルドと共にポールベントの連絡員として活動し、イギリス向け物資輸送船団のランデブーポイントに関する情報などをドイツ側へと伝えていた。彼はニューヨークのロングアイランドにてオーケストラの一員として演奏を行っている最中に逮捕された。ステードは外国代理人登録法違反について有罪答弁を行い、1000ドルの罰金と15ヶ月の懲役を課された。 リリー・スタイン・リリー・バーバラ・キャロラ・スタインはオーストリアのウィーン出身でウィリアム・セボルドの教育も担当したドイツのスパイ教官フーゴ・セボルドとドイツのハンブルクで出会った。ここで教育を受けた彼女は1939年に渡米した。ニューヨークでは美術モデルとして活動しつつ社交界にも出入りしていた。スタインはウィリアム・セボルドがアメリカ到着時にマイクロフィルムを渡すように 指定されていたエージェントの一人でもある。彼女はドイツへ送るべき情報を伝えるためにしばしば、ウィリアム・セボルドと接触し、また彼女の住所はエージェントらが、ドイツ側に当てて送る、郵便物の返信先としても使用されていた。スタインは有罪を認め、スパイ法違反について10年の懲役を課されるとともに、外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役が課された。 フランツ・スティグラー、フランツ・ジョーゼフ・スティグラーは1931年に渡米し、1939年に市民権を取得した。彼は乗組委員権政パン責任者として様々な船舶に勤務し、最後の職場は海軍に接収される、直前の客船アメリカ号だった。彼はアメリカ号の生肉責任者だったアーヴィン・シー・イーグラーと共に連絡員として活動し、 ドイツ本国のエージェントと在米エージェントの連絡確保を支援した。彼はまたドイツ側との通信を強化するべくアメリカにてアマチュア無線化を募集しようと試みていた。パナマ運河の防衛状況を調査していたエージェントの一人でもある。1941年1月、スティグラーはセボルドに対してウィンストン・チャーチル英首相がハリファックス教と共に 戦艦キング・ジョージ5世でアメリカへ向かっているという情報をドイツ本国へ報告するように求めている。スティグラーは有罪判決の後、スパイ法違反について16年の懲役を課されると、共に外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役が課された。エリックストランクエリックストランクは1927年に渡米し、1935年に 市民権を取得した。彼はユナイテッドステーツラインズ社の水夫として様々な船舶に勤務していた。ストランクは連絡員としてアメリカやヨーロッパで活動するドイツ側エージェントがやり取りする各種のメッセージを運んだ。彼は船に乗り込んできた英商工の外交文書を盗み、その上で商工を海に突き落として処分するという作戦を提案したこともあるが、セボルドから あまりにも危険だという忠告を受けて断念している。ストランクはスパイ法違反について10年、外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役を課された。レオアーレン・レオアーレンは、ダンツヒ出身だが、正式な移民ではなく1935年に船を脱走することでアメリカに入国した。渡米後は、米海軍に小型舟艇を収めていた。 船舶会社に塗装工として勤務していた。彼はイギリス域船舶に関する情報の収集に従事していた。また彼は FBI が発行した機密小冊子を入手しており、これには各工場が国防関連資材をサボタージュから守るために採用するべき予防措置に関する情報が含まれていた。さらに政府契約の各種資材及び装備の使用の一覧表、 大西洋側沿岸の詳細な海図などの入手にも成功している。1941年5月、貨物船、ロビン・ムーア号は9人の将校、29人の乗組員、7人、または8人の乗客を乗せ、護衛船団をつけぬままニューヨークから南アフリカ経由でモザンビークまで商業貨物の海上輸送に従事していた。5月21日、当時イギリスの管轄下にあった。 フリータウンの港から750マイルほど西に進んだ地点でロビン・ブーア号はドイツ潜水艦 U-69 によって停戦させられた。ロビン・ブーア号は中立国の国旗を掲げていたが乗り込んできたドイツ水兵らによって乗員を呼び乗客らは退去を余儀なくされた。全員が救命艇に乗り込んだのを確認した後 U-69 は ロビン・ムーア号に魚雷を撃ち込んだ上に砲撃を加えて、これを撃沈した。完全に沈没したのを確認した後、ドイツ水兵らは、W.E. マイヤーズ船長の救命艇に乗り込むと、ダイオーパンの缶詰4つとバターの缶詰2つを与え、ドイツの敵に物資を輸送していたがゆえに、ロビン・ムーア号は撃沈されたのだと説明した。1941年10月、連邦検察では、 すべての容疑について、無罪を主張していたスパイの一人、レオ・アーレンについて、ロビン・ムーア号出港5日前に、彼が公開予定をドイツ側に無線で伝えていたことを明らかにした。ワーレンはスパイ法違反について12年、外国代理人登録法違反について同時に2年の懲役を課された。アドルフ・ヘンリー・オーガスト・アリシェウスキー・アドルフ・ヘンリー・オーガスト・アリシェウスキーは、 ドイツ出身で成人して以来勤めていたという熟練の船員だった。アメリカの市民権は1935年に取得した。彼はポール閉鎖を通じてスパイモーの一員となった。彼は在米組織のメッセージを海外拠点まで伝える連絡員としての任務にのみ従事した。ワリシェウスキーはスパイ法違反について5年、外国代理人登録法違反について同時に2年の 懲役を課された。エルス・ウェステンフェルド・エルス・ウェステンフェルドは1927年に渡米し、1937年に市民権を取得した。彼女は1935年から逮捕されるまでの間、ニューヨーク市のドイツ領事館の代表たる立場で法律事務所秘書として勤務していた。ウェステンフェルドはドイツ側のスパイ情報に精通しており、 親友だったリリースタインと共にデューケーンへの資金受け渡しに協力していた。彼女はニューヨーク市内で、やはりドイツ側スパイだったハンス・ダブリッターと共に暮らしていた。ハンス・リッターは連携博士こと米本土作戦主任、ニコラウス・リッター大佐の弟だった。1940年にはウェステンフェルド自身もメキシコにてリッター大佐と接触し、 エージェントらの給与を受け取っている。ウェステンフェルドは、有罪答弁の後、スパイ法違反について5年、外国代理人登録法違反について同時に2年の、懲役を課された。アクセル・ウィーラー・ヒルアクセル・ウィーラー・ヒルは、ロシア出身で、1923年に渡米し、1929年に市民権を取得した。彼は、トラックの運転手として働いていた。彼は、 ニューヨーク港にて、イギリス行き船舶に関する情報を収集していた。また、フェリックスヤーンケと共に、ポール諸立の無線局設置の手伝いも行った。ウィーラーヒルはスパイ法違反について15年、外国代理人登録法違反について同時に2年の、懲役を課された。バートラム・ウォルフガング・ゼンジンガー、バートラム・ウォルフガング・ゼンジンガーは、ドイツ出身で、1940年に、 南アフリカ連邦国民として渡米した。入国理由については、カリフォルニア州ロサンゼルスにて、司会料について学ぶためだと申請している。1940年7月、ゼンジンガーは、アーウィン・シー・イーグラーから、ドイツ本国へ当てた郵便を書くために、不可視インクのペンを受け取った。彼はいくつかの国防資材に関する情報をまとめ、スウェーデンの支所箱を経由して、 ドイツ本国へとこの情報を送った。1941年4月16日、FBI により逮捕された。ン人側は、有罪答弁を行い、スパイ法違反について8年、外国代理人登録法違反について同時に1 8ヶ月の懲役を課された。ありがとうございます。